アラビアプレート濃い黄色がアラビアプレートアラビアプレートはアラビア半島とその周辺部の近く及びマントル髪型のリソスフェアを形成する大陸プレートである。白秋以降アフリカの大地交代の活動によってアフリカプレートから分裂してできた。北東に行くほど標高が低くなっておりプレートのほぼ全体が北東方向に傾いたアラビア卓上地を形作っている。 シリアトルコ国境付近からイランの西端部、ペルシャ湾のイラン沿岸部、パキスタン沿岸のアラビア海までは衝突型境界である。相対的にアラビアプレートがユーラシアプレートに沈み込むような形で衝突しており、トルコのアナトリア高原やイランのザグロス山脈など大規模な山脈の流起を促している。パキスタンのカラチ付近からソマリア沖のソコトラ島にかけての 1> 約1 0 0 0トルでインドプレート、また、ソコトラ島からジブチの東方沖までの約1 5 0 0トルでアフリカプレートのシプレートであるソマリアプレートと接し、衝突型境界やトランスフォーム断層となっている。ジブチから市内半島南端までは海嶺となっている。また、エリトリアジブチエチオピアにまたがるアファール盆地では陸上でありながら、 海嶺のようにプレートが拡大し続けている。また、そことら島付近でもプレートが両側に拡大している。アファール盆地はアフリカソマリアアラビアプレートの30点となっており、それより北ではアフリカプレートと接している。市内半島南端から赤羽湾、四海、ヨルダン渓谷、ガリラエコ、レバノン、シリア西部にかけてはアフリカプレートと接しており、 大きな地交帯を形成している。ありがとうございます。